で左足乗せてきて、そうだな、で、ちょっとこのまま大丈夫しばらく、で、森田さんは足ここ持ってきとろ、これでもここにある方が強いと思ってここ持ってきとろ、でもね、こうするともう腕振り取れない、なぜならこの膝がここに持ってこれないから、で一発でね、この膝はここに持ってきとくの、だからここで、でこのすねが、すねの角度を肩と肩に、右膝が、はい、右膝は肩の上、はい、左足首は肩の下ぐらい、ここに持っとくと、これ嫌でしょ、重い、うん、そう、そして左足移動、右足、もうちょっと潰れちゃったんで、ちょっと上がれる、うん、そう、で、そう、でも乗っけて、で、右足移動させて、移動っていうのは、どこだよ、ここで膝ついていい、うん、ここで挟んで、ギュッと、これでも動けないでしょ。そして膝をこっちに出しながら、そして回れば、そしたらもうあの隙がなくなるんですよ。ありがとう。もう隙の隙ないでしょ、今のだったら。ちょっともう、じゃあ上下変わってやる。やっぱパチッと挟まないといけないんで、そうだね。で、そう、ここまで持ってくるとちょっとね、緩すぎになっちゃうんで、一回ここで水平にして、そう、ここで止めちゃう、ちょっと伸びやすく、これで乗るんだ、さっきも言ったけど、膝が肩の上、足首がちょっと脇の下ぐらい、ここで乗せると、右、ここで、ここ脇の下に当てれれば最高だね、ちょっと回すときには腰に当てるんだけど、でもここでもこういうふうに止めれろ、そう、これで止めちゃう、でもなんちょっとうまく言えないけど、もうなんかやりやすいときはここでもいい、ここ逃げれないでしょ。そしたら膝がここあればくるっと回れば自然とそうあの足首が踏みかるんで、もうそれで取れろ。で森田さんも今みたいにされるとあの全くあの展開あの一連の流れで全く隙がなくなるの分かる、やるって、はい、ちょっとそうん、あのここに上にかぶせる膝と足首の位置がすごい大事なんだね。ちょっと俺も今初めて知ったけど、もうそれを書いていいからな。こういうここに置くのはこれ三角の時なんですよ。三角ならこれでもいいよ別に。なもう伝え。だけど十字取るんならここあとここしかな。ここだ、うん、ここ膝を肩の足首ぐらい。だからこうこれで取れるんだ。しかもここになるからこの時点でここあの、ね、両足でキュッと止めれるわけで、こう回せるんで。このままいけるでしょう、はい、もう十字になるとちょっと厳密なんだよ、それがなんかうまくいくのか、そっか俺もなんかこうあ、いけそうだけど足がうまくいくの、もうだって足ここだったらくるって回転するの無理だよ、そういう時三角いくんですよ、だってあのこういった手床についとけばほらこれを防げないもんね、よく言うでしょ、でもなんかかっこいいここでここ行けたら逆に三角行けないんですよ、だって抜けちゃうもんね、この膝が抜けちゃうからもうすでにもうここ行ったらもう十字しかないんで、この十字に行くと左足の位置でその辺変わるっていうのが一ついいかもしれない、ちょっとやってみる。